ロドリゴ・イルナンデス・カスカンテは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。プレミアリーグ・マンチェスター・シティ・ FC 所属。ポジションは、センター・ハーフ、ロドリと呼ばれることが多い。1996年に、マドリードに生まれ、2007年にアトレティコ・マドリードの下部組織に加入した。2013年には、体力の欠如を理由にアトレティコ・マドリードの下部組織を放出され、 バレンシア州のビジャレアル CF の下部組織に移った。2015年2月7日、セグンダ・ディビシオン B の RCD ・エスパニョール B 戦でビジャレアル CFB からデビューした。2週間後のレアルサラゴサ B 戦で初めて先発出場している。同年12月17日、コパデルレイの SD ウエスカ戦でトップチームデビューした。2016年4月17日のラージョ・バジェカーの戦で プリメーラ・ディビシオンデビューした。2017から18シーズンは、序盤戦から、レギュラーの座をつかみ、2017年12月4日には、契約を2022年まで延長した。2018年2月18日には、RCD エスパニオール戦でプリメーラ・ディビシオン、初得点を挙げた。2018年5月24日、アトレティコ・マドリードと5年契約で復帰することが発表された。 同年11月10日に行われた第15節、アスレティックビルバオで加入後初ゴールを決めた。2019年7月3日、アトレティコマドリードは、マンチェスターシティ FC が、ロドリの契約解除金を支払ったと発表した。7月4日、マンチェスターシティ FC と5年契約を締結した。2012年には U-16 スペイン代表。 2015年には U-19 スペイン代表でプレーし、2017年からは U-21 スペイン代表でプレーしている。2015年にギリシャで開催された UEFAU-19 欧州選手権2015に出場し、U-19 スペイン代表は準決勝で U-19 フランス代表を、決勝で U-19 ロシア代表を破って優勝。 ロドリは18人の大会優秀選手に選ばれている。2018年3月には、ドイツ代表とアルゼンチン代表との親善試合のために、スペインウェイ代表に初招集され、3月24日に、デュッセルドルフで行われた、ドイツ戦でデビューした。1から1の引き分けに終わったこの試合で、ティアゴ・アルカンタラとの交代で出場している。プロデビュー後も休むことなく、大学に通っていた。 またタトゥーを掘るのを嫌っている。タックルをあまりしない。これは本人曰く、タックル後に地面に倒れてしまうと、もう一度ボールに行く前にかなり時間を要してしまうから、だという。ありがとうございます。